9番渡辺瑞穂君。それでは通告しておりますので、私から大きな2問を質問させていただきます。まず1点目、町内に点在する、町所有の桜の維持管理および、桜の木の植樹について、括弧1、原発事故以来10年が過ぎようとしている中、桜の老木化が目立ちますが、管理をどのように行っているか、また年間どれくらいの予算を計上しているかをお聞かせください。括弧2、原発事故前から問題になっている町内の民有地に点在している桜の木をどのようにしていくのか、町の考えをお聞かせください。括弧3、夜の森の桜は観光の目玉になっていますが、これを維持していくのには老木から新しい木に植え替えていく必要があります。町としてどのような計画をお持ちなのかお聞かせください。大きな2番、新型コロナウイルスワクチン接種について、括弧1、新聞やテレビ等の報道では4月頃から高齢者にワクチンを接種と聞いていますが、どのような方法や手順で行われるのか、また接種会場は町内に3カ所ある病院で検討されているのかお聞かせください。よろしくお願いします。9番渡辺瑞穂君の一般質問について、町長の答弁を求めます。町長。9番渡辺瑞穂議員の一般質問にお答えします。1、町内に点在する町所有の桜の維持管理および桜の木の植樹について、括弧1、原発事故以来10年が過ぎようとしている中、桜の老朽化が目立ちますが、管理をどのように行っているのか、また年間どのくらい予算を計上しているのかお聞かせください。および括弧2、原発事故前から問題になっている町内の民有地に点在している桜の木をどのようにしていくのか、町の考えをお聞かせください。並びに括弧3、湯の森の桜は観光の目玉になっていますが、これを維持していくのには老木から新しい木に植え替えていく必要があります。町としてどのような計画をお持ちなのかお聞かせくださいについては、関連がありますので一括してお答えいたします。当町の桜は先人より受け継がれてきた町民の宝であり、県内屈指の桜の名所となった桜並木には毎年多くの方々に足を運んでいただいております。これまでに至るには行政による維持管理に加え、桜を思う地域住民のご理解のもと、長年にわたって大切に育まれた賜物と考えており、他自治体にはない特色のある事例だと考えております。今年度においてはこれまでの維持管理に加え、多くの方々に桜に親しみ、将来にわたって維持管理ができる場所として、湯の森堤公園や富岡川河川敷、そごうスポーツセンター周辺に桜を植樹し、桜の町にふさわしい取り組みを進めました。また例年街路樹の維持管理として年間2500万から3500万を計上し、長寿命化を図る施肥や消毒、枯れ枝の剪定など景観美化と交通安全の視点で維持管理を実施しております。次年度においては桜を守り育てつなぐ視点を持った
桜に関する予算として新たな桜の植樹とともに思い切った伐採を含む中長期計画作成の検討や今年度実施した街路樹調査のデータ化を加えた総額1億円を計上し、桜と桜井の思いを大切に育ててまいります。一方で町内では樹齢100年を超える古木が多く、枯れ枝の剪定による樹形の崩れや生育が悪い桜も目立つようになり、町としても桜の長寿命化に大変苦労しております。また民有地に点在する桜については、街路樹の一部となっている桜以外は所有者の皆様のご協力に頼らざるを得ないのが現状となっております。引き続き所有者の皆様のご理解をいただきながら、機会をはじめ町民の皆様からのご意見やご要望に少しでも応えられるよう努めてまいります。次に2、新型コロナウイルスワクチン接種について、括弧1、新聞やテレビ等の報道では4月ごろから高齢者にワクチンを接種と聞いていますが、どのような方法や手順で行われるのか、また接種会場は町内3カ所ある病院で検討されているのか、お聞かせくださいについてお答えいたします。3番議員の一般質問の答弁と重複しますが、国は高齢者へのワクチン接種を4月12日以降開始するとしております。供給されるワクチンにつきましては、国から都道府県に対し配分され、都道府県において調整の上、市区町村に改めて配分されることとなっております。ただしワクチンの供給量に不透明な点があることなどから、その数量については限定的とされており、本庁においてに対していつどの程度の量が配分されるかにつきましては、現時点では明確にされておりません。また接種につきましても、町内に居住のある方は町内2つの民間医療機関での個別接種により実施することとしており、町外に避難されている方は避難先自治体で接種を受けることが可能となっております。接種の際に必要となる接種券等につきましては、まず高齢者に対して今月中に発送する予定でおります。引き続き接種がスムーズに行われるよう、国、県や関係機関と連携して準備を進めるとともに、迅速な情報提供に努めてまいりますので、ご理解を賜りますようお願いをいたします。再質問に入ります。はい、議長。9番渡辺瑞雄君。それでは再質問に入らせてもらいます。まあ関連性があるということで一括で答弁を受けましたが、私の方からは小分けにして質問させていただきます。まずはこの夜の森の桜、県内の桜の名所として名高い夜の森桜並木ということで、インターネットにちょっと掲載されておりましたので、まずちょっと読ませていただきます。明治から昭和にかけて活躍した実業家の半谷清純さんが息子の六郎と2代にわたって夜の森地区の開拓を手がけていました。その際桜の木を植え植樹したのをきっかけに、現在は約420本、全長約 2.2 キロに続くこの桜並木が出来上がったと書いてあります。まあ県内で有数有病理というのは、まあ、本数はどうのこうのより、やっぱり町の中にこれだけの桜がある、また町の中に夜の森公園という素晴らしい公園があるということが一つの有名になった要因なのかなと私は思っております。そういうことで、先人が作り上げた大事な観光資源です
ので、ソメイヨシノの寿命は70年から80年と言われておりますが、行政の手入れの下で未だにきれいに咲き誇っています。手入れの仕方に問題はないのか、太い枝を伐採しすぎと思いますが、その辺をどのように考えておりますか。震災で6年間入ることも、許可を取らないと入れなかったということで、6年間かなり桜の枝木が傷んだのかなと思うんですが、その後手入れ始まって、もうかなり太い枝って言いますか、本元まで伐採してあるのがすごく目立つんですよね。で、そういう状況があって、桜の木がますます弱っていく、いっているのかなと私は思うんですが、その辺は町で業者さんとどんな手法で手入れを細かくしたらいいか、検討している経緯があれば教えてください。答弁する前に1から3、複数回にわたって渡ると思いますので、複数になった時は代表の方で話をできるようにしてください。複数の課がまたぐ時は、ウェイトの多い方が答弁に回ってください。内容が異なった時には複数で答弁するように。都市整備課長。はい、都市整備課長です。桜の管理につきましては、今街路樹がメインということで、都市整備課の方で、回答させてお答えさせていただきたいと思います。議員おっしゃるように、現在、夜の森だけでなくてですね、西原の方も桜がありまして、町としては約700本の桜を管理しているところでございます。この管理につきましては、震災前より樹木医のご意見を聞きながら、長寿命化を図るための施肥や、を行っているところでございます。で、お話にありましたように、震災で入れない時期もありました。そのために、枯れ枝が発生し、そちらの方、我々、道路管理者も行ってますので、桜とあとは通行日照になる、枯れ枝も、伐採しなくちゃいけないところまで来ております。で、大きな意味で、太いところまでもう枯れているところもありますので、そちらの方については、交通の支障上どうしても切りざるを得ないというところもございます。ただ、今年も、3700万ほどの予算をですね、令和3年度に計上しながら、施肥、あと、薬剤散布、あとは、埋め苔、こちらの方の除去も含めて、今行っているところでございます。今後とも、桜議員おっしゃるように町のシンボルとなっておりますので、まずは、街路樹でございますが、こちらのについては、そんな形で、専門家の意見を聞きながら、進めているところでございますので、よろしくお願いいたします。9番、渡辺瑞穂君。はい、ありがとうございます。今年度3700万をかけて、桜の手入れをするということですが、まさに観光資源である桜、お金がかかるんですね。ただ、先ほども言ったように、先人が立派に作り上げた観光名所ですんで、我々もそれはもうついていって、それ以上に伸ばしていくっていうのが我々の使命かと思うんです。で、そういった中で、今答弁あったように、すごい太い枝っていうよりも本元ですね、本元まで交通の支障とか、あと上の電線、電話線の支障木になって切り落とされてる部分もあるのかなと思うんですよ。ただ、夜の森の場合は、街路樹の場合は桜のトンネルということで、素晴らしい夜になるとライトアップしてトンネルのように素晴らしく咲き誇っていると。いうことがやっぱり名高くなった一因だ、あの要因だと思うんですね。で、そういうことを考えると、もう少しこう手入れの、手立てはないのかということで、非常に私も思いはつかないんですが、一番は桜の木、天狗巣病と紋黒
シャチホコ病が一番厄介だということで、それはなぜ厄介かというと、花より先に葉っぱが出てしまうと、桜の意味がなくなっちゃうと、そういうことですんで、やっぱり消毒にはすごい、お金をかけなくちゃならないのかなと、そういうことによってその病気はなんとか免れるのかなと。また交通の支障、僕は当然交通事故起きると困りますんで、それは当然もう切るしかないのかなと思うんですが、電線の支障木ですね、その辺をこううまく、あんまり太い枝は切んないように、まあ枝っていうかもう幹、本元ですね。インターネットなんか見ますと、桜の木は非常にデリケートで、500円玉より大きくなった枝を切り落とすときにはかなりやっぱり気をつけなくちゃならないと、切った後の手入れですね、そういうものをきちっとしなくちゃならないなんていう、やり方もインターネットには載っておりますんで、その辺を十分気をつけていただきたいと思うんですが、まあ、その辺は今後どうなんでしょうね。都市整備課長です。都市整備課長。はい、はい、お答えさせていただきます。伐採というか木を、枝を切ったところについてはですね、当然消毒剤を塗りながら、そこからまた感染しないように心がけているところでございます。あと天狗巣病、議員おっしゃるようにですね、天狗巣病が、桜としては一番致命的なことになるかと思います。その天狗巣病につきましては、その天狗巣病にかかるとですね、そこの部分からそれを治すってなかなか難しくてですね、その天狗巣病が他の方の枝まで行ってしまうというと、またそれが枯れ枝になるということがあるもので、その天狗巣病かからないように今消毒を行っていたところでございますが、先ほどお話しさせてもらったように避難指示のためにですね、数年間入れなかった、それで天狗巣病が点在するような形になりまして、それで切りざるを得ないっていう、我々も桜のトンネル残しておきたいっていうのは心にはあるんですけども、そちらの方でどうしても安全面で最低限のところは切らせていただいているところでございます。今後につきましては、また町長答弁にありましたように、桜を増やしていくという形で進めていきたいとは考えております。以上です。9番渡辺瑞雄君。はい、ありがとうございます。まず富岡の桜、当然先人が植えた以上に増やしていかなくちゃならないと思いますので、ぜひ細かい維持管理をすれば、本当の細い枝の天狗巣病を早くに見つければ管理もしやすいかと思いますので、ぜひ太い枝までいかないうちに病気は退治するということで、まあ町としては大変かもしれないですが、細かい管理をお願いできれば、また当然町で、ね、消毒から管理から消毒するんじゃなくて、まあ当然業者さんにもお願い、大半はお願いするんだと思いますが、そういう業者さんにやっぱり月に1回くらい見回ってもらうのも一つの方法なのかなと。ただ見回ってもらうって言っても1年12ヶ月見回ってもしょうがないと思いますんで、やっぱり葉っぱの出る時期くらいから花の咲く、花が咲いて終わる時期くらいまでが一番重要なのかなと思うんですね。でその辺にも予算を少しかけるのも一つの方法かなと思いますが、町としてはどう考えますか。都市整備課長。はい、ありがとうございます。町の方でも管理の方ですね、こちらの方の事業につきましては、国の補助金使ってやっているところもございまして、発注時期というのも、それに縛られるところも多々あるものでですね、あとは道路パトロールの方ですね、我々も、注意しながらですね、その感染できしないようにですね、それを早期に見つける、そういうところを、心がけていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。9番渡辺光雄君。わかりました。我々で見てわかるもんであれば、我々も、ね、いくらでも手はお貸しできるのかなと思うんですが、まあ、花の咲く時期になれば
花より先に葉っぱが出るということで分かるんですが、まあ、その時はもうすでに遅し、その枝はもうダメになるっていうような状況なのかなと思いますので、ぜひ私が言ったように業者さんに早めに見てもらうというのも一つの方法ですので、まあ、発注時期の問題もあろうかと思いますが、ぜひその辺をご検討方お願いしたいと思います。それではお願いにして、次括弧2の民有地に点在する街路樹ですね。これ震災前も随分こういう話はあったかと思うんですが、なかなか先ほど町長の答弁のように、なかなか民有地に点在している街路樹はこの民地側の人たちの協力を得て、いまだに70年も80年も素晴らしい桜並木の一端になっているということは、まあ、富岡町民であれば誰でも分かっていることです。ただ民有地に点在している桜はいろいろやっぱりその持ち主から言うと、花の咲いた時期は人混みで大変だ、まだ葉っぱになると虫で大変だ、秋になると葉っぱが落ちて大変だと、いろいろその不平不満出ますが、身内に植わっている桜の持ち主は、まあ、不平不満を言いながら町の素晴らしい観光資源だということで協力を得て今まで来たっていうのが現状かなと思うんですね。で、私もどのくらい身内に植わっている桜あるかはっきりした数字は分かんないんですが、6号線から入ってきて、西側ですか、西側はほとんどが民有地にあるんですね。で、夜の森公園近辺だけが町道沿いにあるということで、40本以上が民有地にあるんですね。あと夜の森公園の東側ですか、東側はほとんど民有地なんですね、あれ。で、そういったことでかなり数えると、きちっと数えると、今桜の調査、街路樹の調査も、ね、今年度したかと思うんですが、かなりの数があるのかなと。ましてやメインの夜の森公園近辺、全国に発信されてる桜のトンネルとか、まあ、夜の森公園っていうものを考えると、そこの場所に、まあ、全体で100本くらいはあるのかなと思うんですが、その辺は今年度調査は多分かけたと思いますので、本数くらいは上がっていればちょっとお答えください。企画課長。ご質問のありました街路樹調査につきましては、今年度実施をさせていただきました。こちらは町内全域のちょうど315路線中313路線、夜の森の自由通路等々がありますが、そちらの方を除くと313路線、総延長176キロを徒歩で全てチェックをさせていただいたところでございます。で、街路樹としての本数を認識しているのが全部で1390本、うち桜、まあ、こちらはソメイヨシノや河津桜等々ありますが、928本という形が分かってございます。公園周辺につきましては、すでに都市整備課において消毒等々の管理ということもありますので、本数は都市整備課の方で把握しておりますが、町全体の街路樹としてはそのような形でございます。以上でございます。以上、企画課長。植栽しているその桜の、まあ、根っこの部分ですね、それがちょうど敷地なのか身内なのかということはそこまでは把握してございません。時にはその身内と道路にまたがるところもあります。やはり根が広がるということがありますと、そういう形になっておりますので、そこの土地の所有については、令和3年度以降にちょっとしっかりと努めていきたいのというふうに考えてございます。9番渡辺瑞夫君。はい、ありがとうございます。まあ、富岡町全体で313路線で176キロ1390本ということで、まあ、町内そんなに広くないですから、富岡町、まあ、素晴らしい街路樹として景観を保っている
ものが富岡町の財産として1390本、うち桜が928本ということは、やはり全国に誇れる桜の名所なのかなと、街路樹の名所なのかなと、これに夜の森の駅舎のツツジが入れば、素晴らしいやっぱり桜の町であったんだなと私はつくづく今になって思います。まあツツジに関しては、まあ、去年あたりから切り株から花が咲いてるようですから、まあ、いずれ追いつけ追い越せで花を持たせる、全体に花を持たせる時期も遅かれ、ね、来るのかなと思います。まずそういうことで、まあ、今の本数を言いますと町としても非常に管理していくのが大変なのかなと思いますが、このまずは桜の928本、これを本気になって維持管理に努めていただきたいと。その先には民地にある桜どうするんだっていうことをまた思い起こして方法を考えていかなくちゃならないと思うんですが、思い切ってやっぱり老木になってるものは思い切ってやっぱり切るかなんかして新しいものを植えていくしかないのかなと私は思いますんで、まあ、その辺は3番でやっていきたいと思いますが、ぜひ管理をしっかりしていただきたいと。で桜の何ですか、調査もできましたんで、当然町内の街路樹ですね、街路樹の樹木枯れ手を今年度は作るということですので、その辺が明確になると思いますので、一つよろしくお願いいたします。次、括弧3番に入ります。観光目玉になっておりますということで、今言ったように街路樹が民有地にある場合にはやっぱり何らかの形で考えていかないと、これから持続させていくにはまだいろんな問題が起きようかと思いますんで、ぜひ真っ先に民有地にある桜を考えていただきたいと。というのは一つの方法としては土地を買い取るか、買い取る方法しかないんですね、現実的にね。そういう方法を取るか、まだ借り受けてきちっとした賃貸契約の下で借り受けるという方法になろうかと思うんですが、その辺はどう考えていますか。企画課長。町長答弁の中でも一部触れさせていただきましたが、やはり桜というのは多くの方々に見ていただきたい、自由に見ていただきたいという形になります。となれば、スポーツセンター周辺に今年、作業振興課の方で植栽いたしましたが、土地に入ることの制限のない場所というのが前提だと思っています。となりますと身内関係の方になれば、その方の財産の一部となっておりますので、その方々のご協力なしではいけないと思っていますし、その古木に対して、思い切って伐採するということは当然必要になってくるかと思っています。伐採というのはかなり、もう60年70年以上培われてきた桜ですので、心が痛む部分がありますが、時をつないでいくという部分については必要なことを考えておりますので、多くの方々が見ているところにこれから桜を植えていく、そして身内に関してはしっかりとその所有者の方々とお話し合いをしながら伐採ということも考えながら考えていかなければいけないというふうに考えてございます。9番渡辺瑞雄君。町長答弁にあったように新聞にも出てました、桜の植樹ということで堤公園に植えたということで新聞にも掲載されておりました。また真方の河川敷にも 4,5 本植えられたのかな、あとは体育館ですね、体育館にも植えたということで私も確認しております。そういう自由に入って見れるとこ、当然桜ね、いっぱい植えればまた桜の名所につながっていくのかなと思います。
ただ今ある桜をどうするんだと考えた場合に、その民有地にある桜はその民地側の所有者の貴重な財産です。それはもうごもっともな話です。ただこれから両側に桜を植えて桜のトンネルを守っていくには、じゃあ民有地側に植わってるものはどうなるんですか、どうするんですかっていうことなんです。町所有の道路敷きとか歩道敷きとかそういうところに植わってるものに関しては、間に若木を入れてある程度育ってきたら、あまりもう先がないものは切って、今度若木をぐんぐん大きくしていくということができますが、民有地は多分できないと思うんですよ。まだ新たに間に民有地の間に若木を植えるということになると、やっぱり所有者から土地を借り受けるとか何らかの方法を取んなくちゃなんないのかなと思うんですが、その辺をどう町で今後考えていくのかお聞かせください。企画課長。すでに桜の地検ということで、根の張り方ということだと、中心から半径2メートルぐらいは、根が張るということが分かっています。また下の部分についても 2メートル入っていくということも分かっています。この2メートル、直径でいうと4メートルですが、その分の植栽の幅が取れるかというところになってくるかと思いますが、民有地の方を買い上げたらどうだというご提案という形になれば、理想はそうだと思っています。理想はそうだと思いますが、現実にそういう道路を覆いを広げていくというのが可能かどうかということも考えなきゃいけないと思っています。こちらの方については来年度予算の方で作業進行においてその中長期的なその保護関係の方の計画もありますので、そこら辺も見ながらしっかりと検討させていただきたいと思います。町長。はい。議員ご指摘の件ですがね、今まで富岡町で民有地に桜を植えらせてくれというようなことでお願いをしてご協力をいただいたっていうものはないんですよ。そういう意味では私のところも植えたいから、苗にくれんだら俺植えてんだけどもなっていうから、そうやって提供してきたという経緯がございます。そういう意味を持っても、なかなか民有地にあるものを植え替えをしたりということは難しい状況だと思います。そして民有地の桜が例えば大木になって、老木になり、そして枯死するような状況であれば、それを民有地の方に、伐採をしていただき、そしてその後は、その方が植栽するなり、もう桜は植えないというようなことであれば、町としてそれ以上の関与、そこの土地を提供していただいたり、それからそれを買収したりというようなことは現在のところは考えておりませんので、ご了解を賜りたいと思います。9番渡辺瑞夫君。はい。町長の言うことを私も了解もしてるし納得もします。ただ両側に植わって桜のトンネルになってるから素晴らしいっていうのもあるんですよね。でそういう部分は10年後20年後30年後にどうなっちゃうんですかっていうことなんですよ。それは町はね、民有地に関しては関与はしませんよと、また伐採してその持ち主が伐採して持ち主が植えるんであれば、それは非常にありがたいことですがということだと思うんですが、なかなかいないと思うんですね。で私がなんでそういうことを言うかっていうと、原発事故があって皆さんうちも解体してなかなか町民が戻んないと。でそういう中で夜の森は今拠点整備やってる最中ですから、当然あと2年経たないと実際分かんないわけですが、なかなかこう全体的に戻ってくるっていうのは難しいのかなと私も考えていますんで、今だったら2メーターなり3メーターなり土地の購入はできんじゃないかなっ
って私の考え甘いかもしれないですが、今までだったら絶対無理ですよね。もう庭がなくなっちゃうと、氏がぶつかっちゃうという感じで、ただ今だったら私はできるのかなと思いますんで、こういうあの質問を出したんですよ。そうすることによって夜の森公園6号線から入ってきて、夜の森公園近辺の桜のトンネルは半外清純さんが望んでやったことが半永久的につながっていくじゃないかなと私は思うんですが、その辺はどうお考えでしょうか。企画課長。議員からご意見いただきました。まずその観光資源にお金がかかるということは十分ご理解いただいている部分がありまして、その今ならその土地購入拡幅部分数について変えるんじゃないかということも常々お聞きさせていただいております。それも含めまして、まあ、全体的な調査はしておりませんが、そこの地権者の方々にちょっと場があったときにちょっとお話しさせていただいたところ、道路を拡幅する分、例えば2メートル土地をいただきたいと、その中でどうですかねなんて話をさせていただいたら、買うなら全部買ってくれという形になっております。となると道路だけを求める部分が実はそこの面全体という形になってしまう恐れもあるということもあります。それらも含みますと、現時点ではその拡幅部分の道路というのはなかなか更新することは難しいかなというふうに考えてございます。9番渡辺瑞穂君。70坪とか100坪ある土地を2メーターとか3メーター町に協力しますよということになると、なかなか残り少なくなるんで全部買ってくれ、当然そういう話は出ますよね。ただそういう話になるっていうことはかなり柔軟性になってきたのかなと、今までだったらそんな話は絶対できないような状況だったのかなと思うんですよ。でそれだけ柔軟性になってきておりますんで、そういった方向も一つの方向づけ、方向性として町も頭の中に入れて接種を方お願いできればありがたいと思うんですが、どうでしょうね。改まってのお願いっていうより、そういう今企画課長が言ったように、何かの機会にあった時にどう考えますかくらいからまず始まればいいのかなと思いますんで、ぜひお願いできればと思いますので。企画課長。ご提案ありがとうございます。まずその10年制というのはやはり震災以前と今の現状では町民の受け止め方、その地権者の考え方は変わっていくことは十分分かってございます。まあ、話し合いということも必要ですし、それから夜の森周辺 の桜並木を生かしたという部分でしっかりと詰めていかなきゃ、地元の方と詰めていかなきゃいけないと思っています。一方でその拡幅図となればやっぱり道路という形になってきますので、その町道の在り方ということもしっかりと議論しなきゃいけないかと思っています。幅を広げることでいいこともあれば、またマイナスももしかすると出てくる可能性もあるし、一方通行にしなきゃいけないということももしかすると出てくるかもしれません。その点も含めまして、しっかりと検討させていただきたいと思います。なかなかその今では買いますとか買いませんとか、なかなか言い切れない部分がありますが、その一つの方向性としてということでご提案いただきますので、それを頭の中に入れながら進めさせていただきたいと思います。9番渡辺瑞穂君。方向性ということで、まあ、方向性は理解いただいたと思いますのでよろしくお願いいたします。あとですね、まあ、今身内ある桜を議論しておりましたが、まあ、今方向性は見たということで私も理解します。次カッコさんのまあ、同じような質問になるんですが、今は身内の議論してましたが、今度は町有地にある桜をどうするか、堤公園とか曲がったの河川敷体育館に今年度は本数で15本くらい植えたのかなとすれば、そちらは桜の名所にだんだん近づいていくのかなと思うんですね。毎年見学的に
植える場所もいっぱいあろうかと思いますので、見学的に植えれば桜の名所に近づいていくと。ただ何回も言うように、富岡夜の森の桜がなんで有名になっているかというと、桜のトンネルなんですね、やっぱり。そうすると今度民有地にある桜も道路敷にある桜もかなり老木化しているということで、中に若木を入れていくのか、それとも夜の森公園野球場近辺は今ある桜の今度は野球場とか夜の森の夜の森公園の敷地の中にとりあえず若木を植えて、ある程度見れるようになったら老木の桜を切り倒すか、その2つの方法しかないのかなと思うんですね、守っていくには。でこれからどういうふうな方向づけでいくのか、考えがあればお聞かせください。産業振興課長。はい、お答えいたします。まず、本年度の取り組みについてご紹介をさせていただきます。議員の方からもありましたが、本年度は、富岡河川敷の方に、河津桜の方を5本植樹しております。また、体育館周りにつきましてはしだれ桜を20本ほど、あと、包み公園の方が、7本ということになっております。で、今後の計画でありますが、基本的には、公共施設の中で、まず、桜通り、ですが、そちらにつきましては、悪いものについては抜根をしまして新しいものを植えていきたいという考えを持っております。であと、並木となっております、二中脇ですね、につきましては現在の植栽マスの方に植えられておりますので、その植え替えで育つのかというのはちょっと議論、検討もしなくてはいけません。もし育たない場合は道路改良とそういうところも検討が必要になりますので、そこにつきましては本年度検討、来年度ですね、検討委員会を立ち上げますので、その中で専門家の意見なんかを聞きながらですね、そちらについて桜を、守っていくというところで、そちらについては、取りまとめをしまして、随時議会の方には方向性についてご説明をさせていただきたいと思います。以上です。9番渡辺瑞雄君。はい、夜の森公園、また日中の脇ですかの今答弁いただきました。まさにその通りだと思うんですね。もうダメなものは思い切って伐採して、土作りをして若木を植えていくということをしないと、一回に桜がバッサリなくなっちゃうような時期がいずれかには来ますよね。だから年度の計画の中でやっぱり1本置きとか3本置きにまず先に植えるとかしていかないと、本当に一回に桜並木の桜が1本もなくなっちゃうような状況が生まれてきますんで、ぜひ計画的にそういうことをしていただきたいと。あと、今年度かなりの本数、全部で何本ですか、32本ですか、素晴らしい本数植えてますが、周りに桜、夜の森公園の桜のトンネル、まだ日曜の脇の桜のトンネルを考えた場合に、別な方向に桜の名所が移っていっちゃうような勢いになってるのかなと思うんですよ。だからその辺はどんなことあっても夜の森の桜のトンネルは守るんだよっていう意気込みでやっていただきたいと。で、植え込みに植わってる桜に関しては、当然植える時には5センチとか10センチくらいの植えてますんで、十分間に合う大きさだったのかなと思うんですが、今はもう70センチも80センチもなってますんで、当然足りませんよね。だからそういうことを考えれば、例えば日中の敷地だとすれば、これは教育委員会の方なんでしょうけど、学校側に植えさせてもらうとか、いろいろ方法はあろうかなと思うんです。先ほど言ったように野球場とか夜の森公園はそちら側に植えて、いずれ老木になってダメになったら伐採すると。で、道路敷にはしなくても別に公園とか野球場だからそれでいいのかなと思うんですね。あとは体育館近辺の桜を見ますと、やっぱりもう少し
土作りをしてきちっと植えないと、かなり下が頑で表土が20センチくらいのところに植えてもやっぱりある程度根付くのは根付くけど、ある程度経つと芯枯れして枝しか残んないっていう感じになりますんで、よっぽど土を作ってで土の厚さを厚くして植えないと同じような状況になっちゃうと思いますよ。皆さんも見て分かる通り、もうほとんど芯枯れしてますよ。植えた桜が、今年度植えた桜じゃなくて今までの桜がね。でそういう部分を十分考えてやっていただければいいのかなと思うんですが、どうでしょうね。この質問は産業振興課長と都市整備課長からいただきますので、産業振興課長。まず今後町内の方に桜の植樹の方を計画しております。その中でやはりですね、植栽場所によってそれぞれ違いますので、やはり下の土のところ、土作りのところが重要だというような認識を持っております。そこについては樹木等の意見を聞きながらですね、今後そういうところを反映させて植えていきたいと考えております。でまた先ほどありました、日中脇の桜でございますが、そちらについては議員の方から、いただいた意見と同じような意見を町の方でも検討しております。あそこについては枯れ枝がだいぶ多くなっておりますので、いずれダメになってしまうというような認識は一緒でございます。そこで中学校敷地の方については、スペースがありますので、今の桜を抜根してあそこに将来的に並木ができればいいんじゃないかなんていうようなことも考えておりますので、いろいろとご意見をいただきながら進めていきますので、よろしくお願いいたします。以上です。都市整備課長。はい、街路樹絡みのことでお話しさせていただきますと、相反するものがありましてですね、土作りをして、道路の街路樹になりますと土作りをして根を横だったり下の方に張らしていくという話になってきますと、歩道のところに街路樹が生じますがある。で車道の方はそれなりに車が乗るということで、十分堅牢に作らなくちゃいけないということもございます。そういう意味で考えていきますと、植樹マスをですね、全体的に大きくしていかなくちゃいけない。で先ほど企画課長の答弁にもありましたように、その道路を今の福井が確保できるかというところもですね、検討していかなくちゃいけないところがございまして、全体的に検討していかなくちゃいけない。また今の桜がある程度の間隔で道路に縦断方向に桜が立っております。その間に植えていくというのも一つかなとは思うんですけども、そちらの方がですね、一般家庭のですね、出入り口も考慮しながら今桜の、植樹があるということもありまして、なかなか難しいところがございます。で将来的には、やはり富岡の日中前の桜のトンネル、これは残していきたいとは思うところでございますが、なかなか厳しいところがありまして、それを、来年度検討しながらどのように残していくのかということを、模索していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。9番渡辺瑞雄君。はい、ありがとうございます。大半に分かっては理解はしました。日中に関してはということで、いい答えいただいたなと思っています。ただ日中だけじゃなくて義仙港跡とか、先ほど言った山森公園、まだ野球場とか、あとはリフレもありますね。桜通りに面して町の所有する土地があれば、道路側にそういった計画を立てていただければありがたいと思います。ちょっともう一つあるもんですから、これ永久課題になっちゃいますんで、また機会があればやらせてもらいます。よろしくお願いいたします。次、大きな2番に入ります。新型コロナウイルスワクチン接種についてということで、先ほど佐藤貴則議員の質問の中で大半は見えたんですが、ちょっと細かい点、気づいた点ちょっとお聞かせ願えればと思います。高齢者が4月頃から接種開始できるよということで、国の方では新聞テレビ等で大きく取り上げてやってましたが、まず先ほどの答弁だと4月中くらいからは
できるような答弁ありましたが、それは全く間違いないかと、あとは町内に1500名いると、多分震災前の町民が半分くらいの、新たに来た町民が半分くらいっていうイメージなのかなと思うんですよね。としますと、町外にいる人たちも接種券をいただいて、町がきちっと準備してどこでもできるような接種券を多分配布するんだと思うんですが、町外にいる人も町内に来て受けますよっていう人、私はかなり出てくるのかなと思うんですね。で、先ほど町内の医療機関2か所ということですんで、緊急医療センターは抜けるのかなと思うんですよ。で、そうした場合に接種をこう処理できるのかどうか、1500だけを町は考えているのか、町外に行ってる人も皆さん来れば町内の2か所でやりますよっていうことなのか、それはできないのか、それにちょっとはっきり教えてください。健康づくり課長、お答えいたします。まずスケジュールについてですが、町長答弁にもありました通り、国は4月12日以降高齢者の接種を開始するということになっておりますが、国から県にワクチンが供給されるのが、まあ、数量が限定的というところで、それが福島県から富岡町にどの程度がいつ配分されるのかというのが今のところ明確になっていないというところですので、こちらについて正確にいつから始まりますということはまだ申し上げられないところであることはご理解いただきたいと思います。それから町内での接種についてでございます。接種券に合わせまして、町外に住んでいる方に対しましては、先ほども申し上げました通り、届出済み証というものをお送りいたしますが、これには接種券も合わせまして避難先がどこであるかというふうな表示をしてございます。で、この方たちにつきましては、基本的には避難先で、基本的と言いますか、避難先で接種をしていただくということを考えております。で、この方たち中には町内に戻ってきて接種を受けたいと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、その方については、町内に戻ってきての接種というのはしないでいただきたいというふうに町の方では考えております。で、これなぜかと言いますと、まずは1点目としましては、移動についての危険性がある、負担があるということ、それから、これ県内だけじゃなくて県外にいらっしゃる方もいらっしゃいますので、例えば感染が拡大している地域から町に来ることに対しての不安があるということ、さらに一番大きな点としましては、先ほども申し上げました通り、ワクチンの供給量に、不透明な部分があるということから、これが富岡町で接種を受けるのか避難先で受けるのかというのを町民の方が選択をすることになってしまうと、どこがワクチンを用意していいのかが分からなくなってしまうという点がございます。で、何度も言って申し訳ないんですが、ワクチンの量に限定的に量に供給量に不安があるというところから、できるだけどこで受けるか分からないという状況は避けたいと考えておりますので、現段階では富岡町では町内で受けられる方については、町内に接種居住届を出されている方だけで、避難先にいる方については避難先で受けていただくということで考えております。以上です。9番渡辺瑞夫君。はい、今の中身に関しては分かりました。ただ今でも町内に居住届出してなくても、やっぱり今村委員前の町の診療所で診察してます。また佐久山先生も自分の診療所で診察してます。町外からかなりの人数多分来てんだと思うんですよ、先生を慕って。だ、そういう人たちもじゃあ町外で受けなきゃなんないっていうことになっちゃうと、かなり不平不満が出ちゃうのかなと。あと近間にいる人たちもやっぱり町外の医療機関ではやっぱりいろんな、ね、人の目もあっから町に行って受けるっていう人も私はかなりいるのかなと思うんですよ。ただワクチンが富岡町には1500人分しか来ないんだよということになれば、これは何とも方法ないですから、町民に理解してもらうしかないとは思うんですが、その理解してもらう手立てを一日も早くきちっと何かで知らせないと、多分町民全体はそういうことは理解してないと思いますよ。
で、そういう理解してもらう方法としてはどういうことをお考えですか。健康づくり課長。はい、お答えいたします。まず広報の仕方というところでありますが、町の広報それからホームページも合わせまして、先ほど申し上げました通り接種券などにつきましては今月中に発送する予定でおりますので、その中でどういう形で接種を受けるかという部分については分かりやすいような形で、紙で、広報をしたいと考えております。また先ほど原則的な部分として、町外にいる避難されている方については町外でというお話をしましたが、国ではかかりつけの先生がいるところで受けることについては認めている部分もあります。でこの部分につきましてはかかりつけの先生の判断が入ってきますので、そこについては柔軟に対応できる部分はしていきたいと思いますが、繰り返しになりますがワクチンの供給量によりますので、その点につきましては十分な確保ができるかどうかも含めまして今後調整をしていきたいと思います。以上です。9番渡辺瑞夫君。かかりつけ医がある場合には、柔軟な対応をするということで、かかりつけ医がある人は、クリアできたのかなと思うんですが、かかりつけ医がいわきとか郡山とか町外の、病院だったり医院だったりする人はもう町内で受けられないということですから、やっぱりその接種券を発送したときに多分その理由をきちっと書いてやるんだと思うんですが、失礼な言い方になっちゃうかもしれませんが、年配者にとってはなかなか理解できないのかなと思うんですよね。俺は富岡町の人間だっていうことで、だからそういうことだとすればもっと早めにやっぱり広報とか何かで2回なり3回なり4回なり広報しておくことによってちょっとでも理解者が増えたのかなと思うんですが、なかなか、ね、国の方もはっきりしなかったもんですから町ではなかなかそれに対応しきれなかったっていうのが現実なのかなと思うんですね。ただそういうことは町民あんまり理解してくれませんので、何らかの方法で早めに接種券を配布する前に何かがあれば、また何かの集まりごとがあればそういうところで理解を深めるためにそういう話はじゃんじゃんしていっていただければ一人でも二人でも理解者が増えるのかなと思うんですが、どうでしょうね。私も今初めてどこにいても富岡町に来ればできるもんと思ってましたんで安心、私は安心してたんですが、だからその辺はどうお考えでしょうかね。健康づくり課長。はい、議員からもありました通り、なかなか制度が走りながらというところで、国からもその例えば届け済み証の様式がまだなかなか示されなかったりとか、候補できる情報が少ないという部分もありながら、皆さんのご理解を、迅速にいただいていかなきゃいけないというところはもうご指摘の通りだと思っております。で先ほど接種券をお送りする際に、案内の紙を入れるというふうなお話をいたしましたが、ホームページ等の広報も含めまして、どういった形で皆様にお知らせするのが、スムーズなのかというところも含めまして、十分検討させていただきたいと思いますのでご理解いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。町長。議員ご指摘の件ですがね、私も復興庁そして、環境省厚労省の方に避難先でまだ避難を継続している方についてはスムーズにワクチン接種ができるように3回も4回も重ねて要望してございます。そういう私だけではなくて 県の方でも知事はそれらをしっかりと要望しておりますから、これはスムーズにいくんだというふうに思います。ただ自分の考えだけで富岡町に行けばやってもらえるのだっていうことではないんで、それらについてはこれから接種券をお配りする際に、町民の町外にお住まいの方にはしっかりと分かるような文章で、差し上げたいと思いますのでご理解をいただきたいと思います。9番渡辺瑞夫君。はい、ありがとうございます。知事はじめ
町村長たちがの人たちが、まあ、努力して、避難者は日本全国どこでも受けられるように接種券を出すようになったこと、非常にありがたく思っています。ただ一部の人間が、いや一部の人が町内に戻ってきてしたいというような人もいますので、ぜひその辺をお分かりいただければと思います。長い長時間一般質問させていただきました。ありがとうございます。今後とも一つ町づくりのためによろしくお願いしたいと思います。9番渡辺瑞穂君の一般質問を以上で終わります、はい、ありがとうございます。